アティスモーイスは、フランス、イルド・フランス地域圏、エソンヌ県のコミューン。アティスモーイスは、エソンヌ県北部にあり、かつてのウルポワ地方の境界にあたる。フランス国道のゼロ地点である、ノートルダム大聖堂の南東約 17km にある。コミューンは、エルジをおよそ反転させた形をしている。コミューンの面積約70%が都市化されており、 田園と呼べる部分は全体の2割にも満たない。17世紀のカッシーニ地図に描かれたアティス空からの街並みアティスとはラテン語のアッテギアから派生した名称である。モンストはラテン語のモンティスから派生した。切り出された石と新石器時代のものである槍の先端は当時から人が定住していたことを証明している。発掘されたものの中には メロビング町時代のサルコファガスもあった。アテニアムとアティスモンスの最も古い名前が登場したのは9世紀のバイキング襲撃についての記録上である。10世紀にはモンスという名称がサンマリ修道院へカペーケが領地を寄進した記録の中で引用されていた。1140年パリ司教王エティエンヌ・ド・サンリスはアティスの教区をセアウグスチの修道会へ委託した。 この時から、サンドニ教会の建設が始まったと見られている。1230年3月、ルイ9世は、自らのグラン・パネティエ・ダ・ル・ユーグ・ダ・ティスと共に、アティスに滞在した。1305年、アティス・シュル・オルジュにて、フランス王国とフランドル博官のアティス・シュル・オルジュ、条約が結ばれた。シャルル6世1世の末期、アティス荘園は、シュバリエ・ド・モントネーに属していた。 1423年、イングランド王ヘンリー6世は、アティスをギオームド・フェルタンへ与えた。フェルタンは主君たる、シャルル6世と祖国を裏切り、イングランドの同盟者である、ブルゴーニュ皇・フィリップ3世配下の者たちに、パリ占領を進めたのである。15世紀に、アティスに、封建領主の城が建てられたが、後に壊された。1610年、 パリコート法院総裁ピエール・ビオルがアティスの荘園を所有した。17世紀、ラブルスケがアティスの領地を買い、アティス城を建てた。1743年、アンヌル・イーズ・ベネディクト・ドブルボン・コンデがアティス荘園を購入した。当時、モンスの丘陵ではワイン用ブドウが栽培され、アティスでは穀物生産が行われていた。フランス革命中の1793年、 アティス・シュル・オールジュとモンス・シュル・オールジュはコミューンとなった。二つのコミューンは人口300人ほどと似通っていた。1815年、第7次大仏大同盟軍がアティスに多大な損害を与えた。1817年、アティス・シュル・オールジュとモンス・シュル・オールジュの二つのコミューンが統合された。1825年、大きな金属加工工場が移転してきた。 1841年、パリボルドー線が、聖ヌーガンに建設され、1864年から1884年に、カケジュビシーシュルオルジュに、大きな操車場が作られ、地元で作られた部品が使われる機械が開けた。1865年、イエズスカイが、アティス城の所有者となり、サンシール陸軍主管学校や、エコールポリテクニークの準備学校を城内に設置した。 1920年以降、飛行船の製造所が現在の空港近くの高地に作られた。第二次世界大戦後、オルリー空港の発展とともに人口が流入した。1958年から1962年にかけ、フランス領アルジェリアからの引き上げ者や軍人の住居として新たな住宅計画が進行した。1999年当時の調査によると、人口の 約12%が外国籍であった。伝統的にサンィュール・ルージュの中にあるアティスモンスは最近の世論調査でも未だ左派傾向や強い投票危険傾向が見られる。しかし2002年フランス大統領選挙ではアティスモンスでの得票約17%をジャンマリー・ルッペンが獲得した。ありがとうございます。